ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤でございます。先生、今回は2021ゲームモデル戦術モックアップ開幕戦を終えてのロティーナ流メイク術よろしくお願いいたします。お願いします。インパクト強かった開幕戦ね、今日その、はい、戦術その他についてパパッと先生がね解説してくれるということで、はい、やっていきたいと思います。皆さんご存知のようにね、このロティーナ監督チークの方が少しね赤み多く入ってますもんね。そうなんですね。ロティーナさんのね、ブランドもちょっと売ってますので違うでしょ。違うの。メイク術どういうこと？その戦術的な。はい、実は開幕戦は、鹿島アントラーズと、対戦しましたけれども、はいはい、結果1対3で清水が勝ちました。そうなんですよね。逆転勝ち。そうなんですよ。で、清水正直開幕戦っていうもの自体にそもそもあんまり強くなかったりするのと、はいはい、あとそもそも鹿島相手にもここ最近3年ぐらい全然勝ててなかったんですよ。うん、はいはいはい。引き分けですらなかったんですよ。ええ。だけど、勝ったのには実はたくさんの理由がありました。なるほど。それを、解説させてくださいませと。わかりました。即出しでね、先生お願いいたします。よろしくお願いします、はい、まずはスタミナじゃない、スタメン見ていきましょう。ドンこちらでございます、はい、スタミナはねみんなあるから間違ってはないですよ、はい、失礼いたしました。スタミナ自慢の22人ですから、はい、はい、ということで、下のところ真ん中の部分ですね、見ていただけたら、鹿島はいつも通りの 4-4-2、はい、ゴールキーパーは沖優也選手、うん、ディフェンダーには右から小泉、犬飼い、町田、長戸、はい、長戸選手がなんかすごいなんかククレジャ選手みたいな部屋になってましたね。そういうのね。そうですね。ククレジャ長身のね、長発の、そうなんですよ、ヘタメのね、うん、そしてボランチには、三沢の健人選手、長木の亮太選手、はい、右のサイドには荒野選手が入って、ちょっとこの表ちょっと変えておりますが、はい、まあ大体左に土井翔真選手がいて、真ん中にエベラード選手と、上田綺世選手がいましたよと、うん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 、そして清水の側で見たら、まあ、ゴールキーパーに権田選手、はい、ディフェンスライン右から原、バウド、鈴木、片山と、うん、ディフェンスライン4枚プラスゴールキーパーの5人の中で、はい、新加入選手が5分の4点。ああ、そうですね。スタメン全部見ても7人新加入してましたもんね。すごいことですね。すごい。なかなかないですよ、これね。ね、そしてボランチの竹内選手、中村啓太選手、はい。右に中山選手が入り、左にカルリーニョス選手。うんうん、センターフォワードには、ディサロ選手と、チアゴ・サンタナ選手が入りました、はい、という。はい、ところから始まったんですが、うんうん、実はですね、この試合ちょっと大変な試合で、大変な試合、正直最初の30分間ほぼ何もなかったっていう試合でした。ちょっと面白い、いわゆる見合ったとかでもなく、うん、面白かったのがパスが通らないんですよ、両チームとも。はいはい。いわゆる多分自分たちがいろいろやっていくことに修正をする時間をこういろいろ費やしてたりだとか、はい、自分たちが通りたい方向に相手の選手もいるもんだから、二、うん、人でこうごっつんこしちゃって、ピーってファール取られて試合が止まるっていうのがずっと起こってたの。ほう。じゃあ、両者噛み合わせが悪かったって言いますか。そうなんです。むしろ、うん、もしくは逆で、噛み合わせが良すぎてみんなガツンとなっちゃうというか、うん。へー。なるほど。で、最初のファーストクォーター、いわゆる、水分補給のところまで、飲水タイムのところまでが結構ずっとそれが続いちゃって、はい、それが明けて、ようやく試合が始まったような流れ。ああ、修正っぽいってね。スカウティングがお互い外れたってことでもあるんですか？そうですね。ということで、じゃあその、飲水タイム明けに、ただいろんな戦術が分かるようになってきました。うん、今日はせっかくですから、それぞれの戦術を図解していきたいと思います。分かりました、はい、こちらです。だんだんこれ、分かった順にいきます。はいはいはい。いきますよ、せーのと。はい、うん、こんな感じからいきましょうと。おお、動いた。はい、はい、それぞれこれ、鹿島と清水の、うん、オフェンス、ポジティブトランジション、はい、ネガティブトランジション、ディフェンスっていう、サッカーには4つの局面があると言われているんですが、はいはいはい、うん、その4つの局面で順番にいろんなことが分かってきたよっていうのをお伝えしていきたいと思います。なるほど。はい、はい。飲水タイム明け、まずこんなことが起きました。うんうん、鹿島がボールを持ちます。はい。ボールを持ってこちらでございます。はい、サリーダと呼ばれる、うん、鹿島のボランチの三沢健人選手がセンターバックの間に落ちて、サイドバックをギューンと前に出すようなシステムをやってきました。はいはい。で、それに対して、はい、そうなんですよ。サイドがギューンって上がってくるから、うん、清水はそれに対して何をしたかというと、うん、こちらでございます。おお、どんでました。あ、向けていくんだ、これね、はい、だんだんね。そうなんです。サイドが。はあ、で、清水は、うん、鹿島がギュンって前にサイドの選手が上がってくるから、サリーダ来たぞーっつって、そうなんです、うん、よし守れーってのでみんな後ろに守備のブロックをつけるようになりました。4-2-2-2ディサロバック、はい、うん、いわゆる4バックプラスボランチプラス、はい、うん、中盤の選手、いわゆる 4-4-2 みたいな本だから、うんうんうん、中盤の選手4人がよくディフェンスに戻ってくるなら分かるんですけど、はいはい、
右サイドハーフの中山選手は戻らず、イサロ選手が戻ってきました。ディフェンスラインまで。ほう、そんなことをやってきたんです。へえ、これで何だろうって我々からしたら、はてってなるじゃないですか。はいはいはい。なんでディサロこんなに戻ってくるのって、はいはいはい、あなたは点取り役目でしょって思ったんですよ。そうでしょうよ、うん、そうなんですよ。うん、でそんなこんなが繰り返されている間に、今度は鹿島がもっと攻撃を仕掛けてくるようになりました。はい。こちらです。うん。エキスパンドのはずがなんですけど。エキスパンド、はいはい。鹿島はよくあったのが、去年から、うん、右のファン・アラーノ選手、うん、左に入るエベラード選手が、サイドバックの選手を外側に釣り出して、うん、ディフェンスラインを広げた後、真ん中にギュンと上田綺世がディフェンス側に侵入し、後ろからボールを供給する。ははサディータの結果、左右にエキスパンドを引き伸ばすってことですね、要は。そうなんです。ディフェンスを相手の。はい。それで鹿島いろいろやってこようとしたんだけど、うん、実は鹿島はいろいろここで問題が発生しちゃうんですね。はいはいはい。なんと清水は、うん、穴熊と呼ばれるブロックをペナルティエリア内に敷いてきました。ああ、これもダンゴムシのように真ん中でギュッと固まるってことですね。そうなんですよ。はいはいはい、鹿島は清水のディフェンダーを広げるためにそのサリーダっていうパターンでサイドバックを前線にやったんだけど、はーはーはー、清水の選手がそんなの知らないもん、うん、行かないもん外にはって、ずっと中にさあ穴熊よっつって。そうなんですよ。サリーダの甲斐がなかったわけですね、じゃあ鹿島としては。そうなんですよ。はい、これどうしようなんて。はいはいはい。で、シュートも外側からも含めていろいろバンバン打つんだけど、はい、中がめっちゃ固まってるから、シュート誰かに当たっちゃっていかないんですよ。なるほど。でもそうすると、うん、バンバン打たれたらいつかはやっぱディフェンスの誰かがね、ボール持てちゃうじゃないですか、清水。はいはいはい。ここから清水のオフェンスに変わりました。うんうんうん、で、続いてがこちらです。はい。はい、あ、ボール取ったんだからね、はい。はい。清水が今度はボールを持ってオフェンスをしようってなったら、うんうん、はい。左側に行くんです。左サイド側。清水の左サイド側にギューンと行くようになります。はい、はい、はい。それに対して鹿島は今度は守りなんですが、うんうん、清水が来たぞーってことで、うんうん、みんなでギューンって囲んでいくんです。左側を。そうなんです。鹿島で言うと右側を。そうなんです。はい、はい、はい。そこの攻防が繰り返されしばらく。うん。鹿島はサリーダで前線に行く。なるほど。清水は後ろで穴熊になって守って、うん、ボールが取れたら左サイドにギューンと。はあ。ギュッ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 攻撃ですね。そうなんですよ。ええ。これが繰り返された結果、はあ、試合内からたった一人忘れ去られる存在も出てきました。うん。誰かというと、うんうんうん、こちらでございます。うん、ああ、そうだよね。右関係なくなっちゃうもんね、これ繰り返されたら。そうなんですよ。アイソレーション、右の中山勝弘ということで。余っちゃうってことね。そうなんです、うん。何かというと、鹿島も全体が右サイド側、清水の左サイド側にやってくることによって、はいはい、どうやら清水、これが狙いだった模様です。ここまでのものは全部布石。え ?3、40分捨ててでもいいからやってきたことは、まさ、すごいの清水。ここからがドラマです。清水の皆さん、はいはい、結局3点は確かに取れたけど、うん、なんかすごいディフェンスだったと思いません？ずっと大半の時間が。守りに。費やした時間が長かった。時間が長かった。はい。これ、うん、ファン、サポーター、そしてスポンサーともに、これいいことだったんですね。これずっと守るって。スポンサーはい。だって、今年清水は大量補強して、うん、勝つよってことをある意味アピールしたかったわけじゃないですか。はいはいはい。まずこの開幕戦やらなきゃいけなかったのは、鹿島に勝つもそうだったけど、うん、無失点で終えることです。なぜなら去年は1試合平均2失点以上してたわけです。ああ、変わったよということを証明する必要があった。そうなんです。俺らはどんなに攻められてもこれだけ守れるようになりましたをアピール。ああ、なるほど。うん。ほう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 。で、鹿島としても何回も何回も攻めても効かないから、どうしようっていつかなるじゃないですか。はい。その瞬間、清水は左サイドから右サイドにギューンとロングボールを放り、はい。中山勝弘の右サイドから、もう鹿島のディフェンスの選手もいないところからの攻撃が始まるようになったんです。はい、この時は待ってたと、ね、ずっとガード固めて、ずっとあれ見て打たれながら、腰淡々とこの一発のカウンターを狙ってたわけですか？そういうことでございます。はいはいはい、で、それに対して一応鹿島としても、うん、やばい逆サイドからも来たぞってことで、どうにか中央を守り続けるっていうことは、やってきましたって流れになりました。はいはいはい。ただそこで、このアイソレーション中山勝弘さえも実は布石になっていたことをこの時まだ鹿島は知らず、はい、ロティーナは実はたくさんいろんなメイクをしてきてたんですね。これすら含めて、これすら伏線でした。あ、メイクの話だ。こっからがメイク。そうまだファンデーションぐらいですか、これ。
そうなんです。だから実は清水はここまで それぞれの戦術を費やしたっていうところは、はいはい、鹿島のこの日の持ってる戦術を全部さらけ出させるための作戦に当てていた。はい。というのが実はありました。はいはい。でその結果何が起こったのかこちらでございますよと。はいはい、見てください。はい。はい、まあ、先ほどもちょっと復習、ここまでの復習ってところで、はい、まあ皆さんからの疑問からしたら、こんなに守備の時間長くて大丈夫なのっていうのに対して、清水は穴熊という戦術を取り、自陣でいっぱいこうね、ボール受けること、シュート受けることはするんですが、はい、守り優先でってことでね。そうなんです。守りから組み立てていくっていうロティーナの序盤のやり方でしょ、これ、シーズン。そうなんです。はいはいはい。で、その中で、鹿島の問題点をいくつか見つけていこう、うん、そして戦術を見つけていこうってことが、ある程度、前半内で成功することになりますと。うん、まあ、後半ね、ちょっと、事故みたいな形で、ボールがこぼれた先にね、いた荒木良太郎選手に失点することになっちゃうんですけど、はいはいはい、まあ、それは置いといて。たくさんここでいろんなメイクをしてて、あ、なるほど、鹿島はこんな感じなんだなと、どうやら、ロティーナ監督が見つけたものがありました。はい。それがですね、はい、これ、今ここになってる表は、うん、オレンジが清水で、赤い方が鹿島なんですが、うん、なんか、鹿島のフォワードの選手、うん、バウド選手と鈴木選手の間になんか二人ほぼ同じポジションにいると思いませんか？そうですね、ゾーン14に二人入っちゃってますね。かぶっちゃってます。これいいんですか？かぶっちゃってるんですよ。はい、これかぶっちゃうと良くないんですよ。良くないですよね、どこも、うん。はい。鹿島は、やっぱりそのね、うん、そのサリーだっていうパターンからみんなでわーっていく。だけど、うん、清水の選手が、だんだん開けさせられないというか、ずっと中でこもってるから、どうしようってなる機会が多くて、みんな外側でボールを回すような状況。まあ、外は空いてるから、清水としては外で回せるわけですよね。そうなんです。ただ、エベラードと綾瀬に関しては、鹿島か。はいはい。そうなんです、はい。中でボール欲しいんだけど、やっぱり来ないって状況があって、どうしようってなってるんですよね、うんうん。でもそのうちに鹿島の選手がずっと上がってくるようになったから、うん、ディフェンスの選手が少ないことに清水側も気づき始めると、うん。で、前半終わった時に、面白かったのが、はい、ゴールキーパー、権田選手筆頭に、うん、よーしっていう。はいはいはい。そんな表情とガッツポーズみたいなことしてる。手応えありだぞと。そういうことですね。新チームキャンプを終え、初戦鹿島、うん、前半を終え、手応えありだぞと。手応えありだぞっていうことが見えてきて、このまま鹿島のいろんな戦術、うん、攻撃的な戦術をさらけ出させ、うん、だとずっとエベラードと上田綺世がずっと真ん中でバッティングしちゃうから、お互いがどうしようみたいな感じになってる。うん、これ鹿島どっかで行けるんじゃないのなんていうところを清水がどうやら思っていたんじゃない。穴熊大成功ってことですね、要は。そうなんです、うん。崩されなかったということ。そしてサイドバックの裏を中山この図でもね、うん、右の上の中山和弘選手とかが、うん、裏取れるようになってきてたから、うん、清水後半から攻撃いけるんじゃないかってのが、ちょっと、にわかにちょっと出てきていたんだよ。ちょっと攻撃受け切った後はね、ターンは来ますもんね、どっかで。そうなんですよ。はい。ということで、今日のラストの資料がこちらなんですが、はいはいはい、を見てくださいと。ドン。なんで3点取れたのかの話をしていきます。取ったんだもんね、1点取られてから。はい。はい。これ、うん、攻撃的なところなんですが、はい、清水が攻撃する側なんですけど、うん、怒っていたのが先ほどお伝えした通り、清水は攻撃の時、左サイドに密集して、右サイドの中山勝弘選手がアイソレーションっていう戦術を取るよって話をしました。はいはいはい、はい。あそこに出したかったんだもんね、最終的にはね、最終的に。そうなんです、そうなんです。はいはい、で、今ここに広げている図以上にもっと、清水の左サイド側、うん、鹿島の右サイド側にボールが集まるんですけど、はい、実はそれを誘発させていたのが、この人で、うん。ボランチの一角、中村啓太選手でした。はい、はい、はい、はい。で、後半からは途中交代で、ここに河合陽介選手が入ることになるんですが、うん、彼らがそれを誘発してました。なぜかというと、はい、今はもともと442から始まった清水なんですが、この表を見ていただくと、後ろの4バックは変わらないんですが、うん、アンカー1人と、インサイドハーフが2人。433みたいになってますね。そうなんですよ。はい、はい、はい。ボランチの一角の中村啓太選手が、うん、センターフォワードのチアゴさんと、うん、左のカルリーニョさんの間に入ってくる動きで、左サイドに基本的にいるよーってアクション多かったんです。はいはいはい、はい。で、ここでボールを回し、はい、逆サイドの空いてる中山さんにボールを渡すっていうのが、基本的な清水の流れでした。うんうんうん、なるほど。すると、まあさ、皆さん。この、鹿島の右の二人は、はい、やっぱり、こっち側にボール来ることが多いんだから、やっぱり張り付いちゃうわけですよ。そうですね。もう反応がそっちに行っちゃいますよね。確かに。はい。注意も。はい。人数かけられてるわけだから。左側の二人は、う
中山選手がずっとこっち側にいるから何してくるかわからないので、うん、はい、こっちも警戒はするんだけど、右も警戒するんだけど、うん、左側にいちゃうんですよ。はい、やっぱり気になる、ほっとくわけがないですもんね。真ん中が開くんですね。うん、なるほど。はいはいはい。ここまでの間、たった一人名前は上がっていないフォワードの選手がいます。ずっとインサイドハーフの位置まで降りていたディサロ選手です。はい、はい、はいはい。実は、もう一人のこのセンターバックの選手、鹿島の町田選手に値しますが、はい、確かにこっちの鹿島の右サイド、清水の左サイドも気になるし、うんうんうん、中山さんも気になる。はい、だけど、俺のマッチアップ相手だったディサロ君、うん、なんでそんなに下がってるの、うん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 、だから、いろんな方向に彼は気を揉まなきゃいけなくなりました。混乱させられてるってことですね。そうです。はい、で、それでいてさらに、右にみんな行っちゃうから、センターバック感が空く。または、町田選手まで右に行ったら、今度サイドバックとセンターバックの間が空いちゃう。どうしようっていうのもずーっと。なるほどね。なんか気持ち悪いなっていう感じされてたわけですね、距離的に。そうなんです。はい。ディサロさんがこの日負った役目はこれです。町田の混乱。はぁ。で、この後起こるのが、はい、実は、鹿島が1点取るんですけど、はい、先に。はい。それによって、ずっと鹿島は、清水がずっと穴熊で守ってる。うん。それに対して鹿島が攻める。はい。あんだけ守ってるところからようやく1点取ったってまで、そうですね。ほっとしちゃったみたいです、はい。セットプレーからのっていうことですね。そうなんです。うんうん。はいはい。ほっとして。まあ押し込んでるし、もうちょっといけるかなってなったのかもしれないね、このまま。そうなんです。はい。だけど2点目取りに行くのはちょっとしんどいな、みたいな状態。うん、うん。で、プレスが弱まった瞬間に、一気かせに清水がガーッと攻めるようになりました。はい、うんうん。で、左サイドからのボール回しもちょっと楽勝になったりだとか、はい、右に流すのも結構楽になったんですが、一番の課題は鹿島のこの間が空くんです。はい、そこに、ディサロ選手と交代した後藤祐介選手が飛び込んでいけるようになりましたと。なるほど。その瞬間から立て続けに3点決まりましたね、というところだったんですね。うん、まあ、結果最初はチアゴさんの得点から始まりましたけど、はい、セットプレーのものもありましたが、うん、基本は実はラインのどっかが空いてるところ、ディサロが引き、中山が開き、左サイドでボールを回す、いろんなところに集中を切らさなきゃいけなくなったって、ね、鹿島を清水はもうロティナカをずっと見ておきながら、あそこ、あそこ、あそこっていろんなところにチークを施すことによって、このオレンジのチークを施すことによって、ガツンといけるところを作ったと。結局あそこにほころびを作ったことが3点取れた要因であると。ということでした。はあ、あのね、やっぱ印象的にはあの新興外国人なんでしたっけ、チアゴ・サンタナ選手。サンタナ選手の体の強さが目立ったりとか、うん、その後クロスのね、カルリーニョ選手だっけ、はい、が掘り込んだクロスとか走り込んできた後藤選手とかが目立ったけど、結局、うん、あそこの位置のズレを作ってたことが勝因だったってことなんですね。そういうことでございます。転びがあったところに掘り込んだってことなんですね、あれはね。そうです。いろんな方向から。だからこれはいわゆるデータに出てこない部分になっていて、要は中山選手そんなにボールタッチが多くなかったりとかするのも、それでいいんですよ。はいはいはい、元からボールタッチ。いることが。いることが大事。はい、だから、ディサロンを引いたことが、得点を生み出すためのスペースを生み出すためのあえてのバックだったので、なるほど、ある意味これもストライカーの妙技だと思っていただければいいんじゃないでしょうか。それを何先生試合見ててなんか思ったんだ、それ分かっちゃったんだ。そうですね。はあ、すごいとこ見てますね。でも実はよく考えると、右サイドでいろいろアタックするっていうのは昨年ロティーナ監督はセレッソで松田陸選手と、はいはい、坂本達弘選手でやっていて、うん、左でアクションいろいろやるのは清武選手でやっていて、うん、下がったりなんだかやるのは奥の選手がやっていたので、はい、セレッソを強化したバージョンで清水で今やってると。忠実にみんなでやった結果なんじゃないかと、鹿島倒しは。そうですね。はあ、はい。面白い。ということでございました。おみそれいたしやした。ありがとうございました。これちょっと頭に入れてまた90分見てみたくなりました。いや、ね、見てみてください。そして次の試合もこんな感じやると思うので。いや、やってください。ちょっと気になる。対戦する相手の皆さんは、このディサロさんとか後藤祐介さんとか、はい、チアゴ・サンタナの相方が一番やべえやつだと思っていただければいいです。はぁ、わかりました。
はい。なるほどね。ほころびをどう作っていくかというお話を今日は勉強になりました。また見てみたいと思います。ちょっと、はい、よろしくお願いします。ちょっと気になったシーンとかね、こういうのやっていただきたいと思います。やっちゃうよ。いろんなチームのね。頑張ります。はい、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。動画的にはいろんなテーマを毎日出しております。ということでございます。この動画面白かったという方はですね、ぜひ高評価ボタンを押していただけるとモチベーションになりますのでよろしくお願いします。お願いします。ということで、またお会いしましょう。井上真央でした。ノーミルク佐藤でした。サッカーアカデミーでした。それではまたお会いしましょう。バーイバーイ。